大阪市のウォンズ瀬戸内海式気候の地域、瀬戸内海式気候とは日本の気候区分の一つである。瀬戸内式気候や瀬戸内海型気候とも呼ばれることがある。主に瀬戸内地方で見られる。夏の季節風は四国山地に、冬の季節風は中国山地によっておのの遮られる。このため年間を通じて天気や湿度が安定しており、降水月が5、六 7月と9月の二方制となっており、二方の間の8月の降水量が著しく少なく、右ンズ上を大きくへこむことが最も顕著な特徴となる。年間を通した降水日数も梅雨を除いて少ないのが特徴で、風向によって降水日数に増減がある太平洋側気候、日本海側気候の地域と事情が異なる。 降水量は年間1000から1600ミ、mm、リメートル前後である。夏に雨が少ない時には考えが起こることもある。その対策として農地に隣接した土地に溜池を作ることが古くから行われた。また太平洋側、日本海側の山に降った雨が川を通して流れてくる。ため、ダムを作ることや上流域にある天然の故障の利用によって水不足に対応できる。 宅地化や利水の改善の結果で、ため池は減少傾向にあるが、現在も大阪府の先週地域、兵庫県の東張間地域や淡路島には、大小様々なため池が存在している。その他、香川県には、産地が少なく、水がよく不足するため、多くのため池があることで知られている。欠片の気候区分では、温帯化気候に該当する地域も存在する。特に、 岡山県岡山市では1989年以降、降水日数が全国の県庁所在地では最小であるため、晴れの国をキャッチフレーズにしている。九州の有明海沿岸部も温暖で、降水日数も少なく、瀬戸内海式気候に近い気候である。比較的温暖な気候であるが、日本海に直接面する地域、または中国山地のブロックが弱い地域にあたる福岡県。 北九州地方、大分県北部、山口県南部、愛媛県西部などは、北西の季節風の影響で冬季の降水日数が日本海側ほどではないものの、他の瀬戸内側の地域に比べて多く、日本海側気候の特徴がやや見られる。また、中国山地の山麓となる、広島県南西部の広島市周辺でも、冬季の降雪日数は、 他の瀬戸内沿岸地域に比べるとやや多くなっている。降雪量及び降雪日数は、瀬戸内海の沿岸部では比較的少ないが、山沿いでは積雪量は多くなり、多くの道路は路面凍結する。また、和歌山県北部、徳島県北部、大分県中部は南海型太平洋側気候との、福岡県北九州地方、大分県北部は、 九州型太平洋側気候との京都府南部、奈良県北部、滋賀県南部、三重県伊川、東海型太平洋側気候、または中央高知型内陸気候とのそれぞれ境界となっている。地形等の関係で、各地域でも多気候を示す地域があり、逆に各地域以外でも瀬戸内海式気候を示す地域がある。気象庁、気象統計情報より、 降水日数は1ミリメートル以上。瀬戸内海周辺で降水日数の最多月が冬季以外、最小月が冬季の地域。梅雨時と秋雨時以外の降水量は聖火時を含め少ない。瀬戸内海周辺で降水日数の最多月が夏季、最小月が冬季以外で春から梅雨時の降水量が顕著に多い地域。冬季は日照時間がやや少なく、 降雪も少なくない。瀬戸内海周辺で降水日数の最多月が夏季、最小月が冬季で夏季と周期に南からの季節風の影響をある程度受ける地域。台風襲来時に降水量が顕著に多くなる傾向があり、降水量のピークが梅雨時と周時の明確なに法性を示さない。降水日数の最多月が夏季、最小月が冬季で 降水量は梅雨時、週知を除いて少ない。盆地や内陸部にあるために日照時間が多くなく、寒暖の差も大きい。日本海に近く、冬の降雪にスーと、降雪量がやや多い傾向がある。宮崎の地理、第三節日本の気候、ウェイバックマシン。ありがとうございます。